こんにちは。どうも、僕監督と申します。ウィニングイレブンカードコレクションウィコレ。本日もやっていきたいと思います。はい、昨日に引き続きね、また今日も動画を撮ってるんですけれども、今日はメインアカウントの方ですね。まあ、実はね、まあ、ウィーレの方がね、早めのメンテナンスが行われたことによってね、ちょっと動画が撮れなかったんでね、まあ、今日はこのウィコレをね、上げていきたいと思います。はい。で、まあ、新しいガチャがね、ちょうどちょうどいいタイミングでね、来たんでね、星さんリトライガチャ、こちらですね。はい。まあ、早速ね、ガチャの方していきましょう。はい。それではね、星さんリトライガチャ、こちらね、2月26日の3時までということで、まあ、星さんだったら一度リトライ可能ということの、ですね。で、ガチャ券が使えるんで、まあ、ちょうどいいですよね。プレミアムボールやったかな。結構747個あるんですけれども、まあ、それを使わんでもいけるということでね。はい。まあ、こちらを4連、そして、ガチャ券が、確かね、まあ、預かりボックスのところにあったんで、まあ、それもね、全部回していきたいと思います。まずは星さんリトライガチャ、これを4本いきましょう。緊張の瞬間。さあ、金なんて回ってへんで。まあまあ、でもいいわ。もう突然パッと出てくるかもしれんからな。はい、引き直しましょう。星さんです。星さんにはキラとかないんかな？そういう概念ない？うん。誰やろ、これ。誰や？セレイディレ。はい。当然、リトライ。もう一回いきます。リトライ回数、あと一回ですね。ま、実質的に言うと、何連なんねやろ、これ。8連になるんかな？まあ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 、全部ね、星さんが来たとしたら8連ですね。はい。ダメでしたね。さあ、一応見ときましょう。バーゼル。ラウル・ペトレッタ。うん。僕も大好きね。バーゼル。チャンピオンズリーグではね、結構ボコボコにされてましたけどね、バイエルンにやったかな。OK。引き直しましょう。はい。どうでしょう。すんごくないから。エムレジャンか。まあまあまあ、リトライ。とりあえずもう一回いきます。3、あ、来たか？ダメや！ちょっと惜しい。でもまあ、星4か。星4は星4で嬉しいかもね。さあ、結構コストの高いやつ。あ、85。パローロ。うん。OK。まあ、これはこれで OK ですね。さあ、もう一回いきますか。星3リトライガチャ。あと2回いきますね。いや、まあでも、星4出たことはちょうどいいことですね。あ、やばい。あ、よしよしよし。星3は。星より星3の方が嬉しいってどういうことや。さあ、引き直します。はい。これどこのチームや？ローダか。まあまあ、リトライ。ちょ、どこのチームかわからんしな。オッケーオッケー。金回ってこへん。あかん。これは星さんや。また再びの星さん。誰だ？来るか？来るわけないか。あ、持ってるわ、これ。持ってたかな？持ってないな。リック・カース・ドープ。いや、あれや。昨日引いたやつの中に入ってたんかもしれん。さあ、行きます。星さんリトライガチャ。ちょっとバシッと金ぐらいいけへんかな。あかんな。ブロンズ全然来てないから。誰やこれ。エンディアイエ、パパアリウスエンディバイエ。はい。もう一回リトライ引き直します。さあ、決まってへんない。厳しい。いやー、辛いな、このリトライガチャ。まあ、でもね、ここでまあ一応ね、ガチャ券、はい、使うチャンスではあると思いますね。まあ、ちょうどキーパー欲しかったね、ありがとう。はい、ということでね、マイページに戻って、こちらですね、プレゼントボックスの中。ね、また星5確定ガチャがね、一つあります。はい、あと星5 10% ガチャとかね、これはちょっと謎なんですけれども、FC バルセロナ確定グローリーガチャ。これよくわかんないんですけれども、まあまあ、とりあえず全部引いていきましょうか。ちょうどよかったです。残り38時間でね、星4以上確定ですが、期限が切れてしまうんでね。はい。今日は全部回していきましょう。まずは、バルセロナ。これいこう。グローリーバルセロナ。さあ、行きます。おー。来たな、これ。なんかメッシとか来へんかな。お？なんかこう、カーブをかけんと直線で蹴るの初めてのような気がするで。そんなことないか。はい。ジョルディアルバ。なんやろな。このグローリーカードってなんなんやろ。ちゃんと理解してないんやけど。まあ、
ええわ。はい、ということで、次。はい、ごめんなさい。ちょっとね、動画の、まあ、尺がちょっとあれだったみたいで、途切れてしまいましたが、続いてやっていきたいと思います。はい。とりあえずね、今の星さん、トーマーシュ、バツリーク。さあ、行きましょう。星さん、確定。おー、所持数がない。ちょっと待ってくださいね。はい、ごめんなさい。枠をね、まあ開けてきたんで、引き続いてやっていきたいと思います。じゃあ、星さん以上確定ガチャいきます。もう1枚ありましたんでね。いや、まあまあ、ここはね、星さんぐらい蹴っとくのがちょうどいいんじゃないかな。うん。さあ、巻いていこう、巻いていこう。はい。さっき当たったっちゅうね。さあ、次、星4以上確定ガチャいきたいと思います。OKOK。なんか結構、ああ、惜しい惜しい。惜しくないか。うん。さあ、次は、まあ、星4ですね、ちょうどね。82か。微妙っすね。ちなみに星3とかやったらやっぱ名前わからん選手ばっかりですね。今回は、まあ、フィオレンティーナのペッツェーラ。うん、なんか星4になると、まだなんか見たことあるとか、そういうのに変わってきますね。それじゃあ星5確定 10% ガチャ、行きたいと思います。10% で星5が来ます。でも全然回ってません。10% か、10% ぐらい引けんでどうやりすんねん。あかんかん、トイ。トイな。惜しい、惜しい。でも、惜しい。いや、10% はなかなか厳しいよ。ね。消費税より高いですから。はい、誰だこれ。リカルド・ペレイラ。うん。右サイドバックといった感じかな。はい、ポルトのリカルド・ペレイラ。では、いよいよメインとなるね、星5。確定ガチャいきたいと思います。ここでね、まあ、高コストのカード、出てほしいもんですね。1日1回でも星5カードはね、手に入れたいですよね。動画撮るんやったら。さあ、行きましょう。行きます。星5、確定。高コスト、来い。高コストじゃないな。高グレードか。よし、どうや。なんか演出何も入らんかったけど。さあ。上がれ。もっと上がれ。あ、9位じゃ。ラカゼとか。センターフォワード、フォワード陣結構多いねんな、選手。とりあえず詳細見ましょう。アレクサンドル・ラカゼット。レギュラーの2017-18シーズンカードかな。一応ポジション的には右のウィングができるんで、まあ、スリートップ採用してもいいですね。クリロナ左、真ん中オバメットね、いう感じで、スリートップ採用してもいいかなと思います。はい。ということで、まあ。一応ね、まあ、星5の中ではね、そこまで高い、グレードの選手じゃないんですけれどもね。まあ、スタメンに十分ね、まあ、食い込める選手じゃないかなと思います。はい、ということでね、今日はまあ、ウィコレやっていきましたけれどもね。うん。なかなかまあ、今回のガチャ、引き直しできる星さん。やった時に引き直しできる、リトライガチャか。いや、結構微妙っすね。なんか、引く労力の方があるけれども、まあ、ここでね、まあ、ガチャ券消費するのもいいんじゃないかな、といった感じですね。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。